回に3度目の50号を7回に、ソト&スタントンと3者連発、ヤンキース・ロッキーズ、日時間26日ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ、外野手が25日、日時間26日、4どころち、ロッキーズ戦でこの日2目となる51号ソロを放った。初回には豪快にランで自身3度目となる50号到達。1試合2発でシーズン63発ペースとなった。3番、中堅で出場し、まずは1点を追う初回1試1塁の第1打席。ゴンバーの低めチェンジアップを捉えた。バックスクリーンへ打球速度 106.7 マイル、約 171.7 キロ。飛距離431フィート、約 131.4 メートルの一発。今季メジャー最速で大台に乗せた。さらに7回には1死でフアン・ソト外野手が右中間へ37号を放つと、ジャッジも続いた。初球の 95.4 マイル、約 153.5 キロのフォーシームを右翼席へ運んだ。10試合で9塁打の大暴れ。さらにジャンカルロ・スタントン外野手も3者連発の27号アーチをかけ、4どころちが騒然となった。今季5度目の複数塁打で、シーズン換算63発ペース。2022年に自らが打ち立てた、ア・リーグ記録の62塁打を塗り替える勢いだ。さらに打点もシーズン150ペースと勢いが止まらない。フルカウント編集部。